でした。ちょっとなんかご主人よりうまく走るぞっていう意気込みで臨まれてましたけど、まあ、普段乗ってないの で雪道も初めてなんで。そうですよ、うん、自分より上手い運転されちゃったらちょっと肩身がなんていう話だったんですけど、はい、まだちょこっとだけ勝てたかなと優しいナイスありがとうございますちょっと違う、コツを教えてもらったんですか。そうですね、目線が大事って、うん、多分一般道も一緒なんでしょうけど、うん、ついついなんかね、うん、近く見ちゃうけど、はい、遠くを見て一定視点で、アクセルは一定でステアリングで微調整っていうのを習ったんで、それをじゃあ次やってみようかなって。怖くなかった？あ、そうですか、うん、後ろだ横に乗ってたんです。横に乗られてどうでした？うん、いや楽しかったですおー、新設かっこいい。ワイパーあ、そう、はい、あーって真っ白のなんか吹雪が起こってましたけど、はい思い切り踏ましてもらいましためったにないチャンス、めったにないチャンスなんで、こんなのは。うーん、インプレッサーどうでした？いいですね、乗りたい車の一つなんですけどね。ただうちはちょっと犬が4匹もいて、でスキーに行って、まあ、行くのにゆったり行きたいので、どうしてもワンボックスを選んでる、ね、なるほど。でもどうしても個人的には私的にはスポーツカーに乗りたいなと。今日来られてもしかしてより実感が湧いてきましたね。いい機会ですね。どうしたら車がね、流れちゃうかなって、普通はしたくてすることじゃないから。そうですよね、スバルの車のその AWD の良さみたいなのすごいですね。あ、感じました？すごいです。うん、乗ってみてどういうところがすごいな。まず普通に走れるところが、うん、走ろうと思ったところにちゃんと行くところもすごいし、で今度わざとね、あの車を流そうとしてもそれができるっていうのが、普通の車だったら流れたらそのままになっちゃうんで、うん、そういうところがやっぱりスバルの AW ってすごいですね。目線向いた方に車って向いてくるので、多分それがやってほど今分かったと思います。やってほど。ありがとうございます。どうでした？楽しかったです。なんかインプレッサーを見る目つきがやっぱり違う。いい車です。いいですか？すいません。お疲れ様です。楽しかった。いや、普段見れない奥さんが見れてよかったなと思いますよ。惚れました。いや、惚れましては言いませんけど。運転した感想は？電車感想、いや、こういうところでしかできないんで、非常に貴重な体験させていただいたなと。面白かったです。雪景色楽しみました？雪景色は楽しんでないですね、はい、お願いします。ゴミインストラクターの腕を隣に乗って感じられるなんてすごく嬉しいです。ハンドル切って曲がらないってさっきやった通り、これで曲がっていかないでしょ、はい、こんだけフルロックまで切ってんのにこんなにまっすぐ車行っちゃうから、むしろなんかまっすぐ、本当にまっすぐ行くって感じですね。どっちかっていうと切りすぎちゃうともう車はどんどん曲がんなくなっちゃう、余計曲がんなくなっちゃうからね。そう、なんでなんですかね、効かなくなるってことですか？それを説明すると理論的にも実はすごい大変だからねこれは目線が大事なの。目線を行きたい方向向いてればどんどんカウンターステアって自然と当たるんですよ、はい、うわ、横からこんな雪煙なんてなかなかないよねうわー、すごい、うわー、本当だ、一点ですね。だからこれをね、目線をほんとずらしちゃうと、例えばカメラマンの方を見たらあっち行くよ、どんどん車ずっとカメラマンの方向いてるじゃん。雪がっていう原理さ、すごい実は単純なんですよ。だけど実際街中でこんな一般道で滑っちゃうと、こっちのガードレールとか気になってそっち見ちゃうでしょ。見ちゃいますよ。そうするとそっちにカウンターステアとか当たっちゃうし、車はやっぱそっち進んじゃうのよすごい単純な話よ。だから車って、だいつもやっぱ冷静さが大事っていうね。ノイさん見てると冷静さが大事っていうのすごい分かります。その隣の涼しい顔して運転されて、まあ、焦ろうが何しようが車別に走り変わんないからねでも面白い。うわー、ちょっと雪煙かける、すごい怒られちゃうか、カメラさんかかっちゃいましたね今。すいません、
すみません。だからもう滑ってようがないしようが目線一つで行きたい方をどん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 行ってくれるから。すごい。もうアクション映画だ。じゃあのゴミインストラクターのドライビングテクニックいかがでした？やっぱりキレがあっていいですね。全然違いますね。さすがって感じです。はい。でもどうでした？全然違う。ハンドルのさばき方が全然違くて、すごいスムーズなんで滑ってても全然怖くないんですよね。さあ続いては道場走行です。インストラクターの方が運転してそれに参加者の皆さんが乗り込みます。安心できてかつワクワクするような楽しいプロの走りを皆さんが体験します。もう一回乗りたい。どうでした？楽しかったです。すごいプロの運転は全然違うなっていうのが分かりました。勉強になりました？いやもう真似できないです。手で表現する。もう一回こう。はい。